ワールドサッカーウィニングイレブン5ファイナルエボリューション。新藤さん、今日の試合、こんにちは、ジョン・カビラです。ブラジル対イタリア、解説はおなじみの新藤勝義さんです。新藤さん、よろしくお願いします。さあ新藤さん、いよいよですね。両チームともにタレントが揃っている中盤で激しい攻防が予想されます。今両チームがピッチに登場しました。画面ではこのさあ、ロナルド、エメウソン、ロベウト・カウロス。画面の左側にエンドを取りました。ブラジル、画面の右側にエンドを取りました。イタリア、右からのセンタリング、ネスタ、いい位置でスローインを得ました。これはいい位置ですね。右からのセンタリング、これはコーナー。ロベウト・カウロス、ネスタ、5分経過。ファールを取られた。よし、ゴールを狙える位置です。得意のデルピエーロ、シュートコースがありませんでしたね。デルピエーロ、先制ゴールならず。さあここでハイボールが来る。ズバッと打った。これはゴールキックでしょうか。慎重になりすぎてしまいましたね。ザンブコビ、私たちは恍惚を覚えるのです。仕掛けます。ルシア、ロマーニア、ロベウト・カウロス、ミドルシュート。セレッションブラジレイラ先制点。ただいまのゴール、ブラジル先制ゴールを挙げました。逃げ切るには長い時間ですね。一旦下げて守りきった。前半終了まであと5分、スローインになります。ビエリ、リバル、前に出した。ロマーニ、短くつないで、ファビオ・カンナバール、前へ。後半戦開始の笛です。タッキナルギ、縦に出します。前にはたいた。ブラジル、もう一度流れを引き戻せるのか。前方へ、ロナル、エウベル、タッキナルギ、ロベウト・カウ、シュート。ファビオ・カンナバー、これはいいパスだ。ロマーニ、プレイオンです。スライディングクリア。後半5分経過。マテラッツィ、タッキナルギ、これは笛です。フットボールトライブの間を瞬巡したボールがこのスタジアムの主役なのです。よし、ジーラ、もうちょっとでしたね。ブラジル無失点で切り抜けました。前半戦を振り返ってみましょう。さあ37分、これは彼にしかできない動きですね。ただいまのシュートを別の角度から見てみましょう。